正直すぎて優しすぎる人だった。毎朝新聞を読むたびに涙を浮かべて真剣に悩んでるような人でさ、新しい時代を救うには新しい信仰が必要だって、それが親父の言い分だった。だからある時教義にないことまで信者に説教するようになった。もちろん信者の足はばったり途絶えたよ。本部からも破門された。誰も親父の話を聞こうとしなかった。当然だよね。傍から見ればうさんくさい新興宗教さ。どんなに正しいことを当たり前のことを話そうとしても世間じゃただの鼻つまみものさ。私たちは一家揃って食うものにもことかくありさまだった。納得できなかったよ。親父は間違ったことなんて言ってなかった。ただ人と違うことを話しただけだ。5分でいい。ちゃんと耳を傾けてくれれば正しいことを言ってるって誰にでも分かったはずなんだ。なのに誰も相手をしてくれなかった。悔しかった。許せなかった。誰もあの人のこと分かってくれないのが私には我慢できなかった。